デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。さあさあさあ、ということでね、今日もまだ始まったばっかですから4本目、でございますけれども、テンションはまたフラットにやっておりますね。はい、じゃあやっていきますか。はい。このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が大体1ヶ月ぐらいとね、短くなっておりますので、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問をお寄せください。さて、今回は購入後すぐに不具合、販売店の対応はデメ裏に来てこないのコメントでございます。ご機嫌ワンコさんからのコメントありがとうございます。ない袖は触れんって言ったれ。こんばんは。話変わりますが、デメちゃんの中田さんに質問なんですが、先月自分でいじったものを送らせていただきましたところ、ありがとうございます。パドックさんで弾速を計測していただいたら、大概な数字が出てたらしくって、はい、そのうち下がると思ってたんですが、駆動させるたびアッパー外してノズルに通るドライバーを押し込んでピストンを開放してたのがあかんかったんすかね。でもハイプロテクションギアやと思いっきり押し込んでもピストンが開放されないのは、再交代した時も衝撃を逃がしてるんですかねと思って質問させていただきました。毎日見ていますので暇つぶし程度で構いませんから、ご回答お願いします。はい、はい。衝撃吸収をするというものっていうね、ロギンワンゴさんもご存知の通り、ハイプロテクションギアというのができてるんですけども、まず第一段階のぶつかった時の衝撃を逃がすというのが大きな役割を持ちまして、最後の弾き、要はもう最後本当後ろまでってバーンって逃げる時なんですけども、構造上で考えると若干ダンパーとしては機能してます。固定されてるわけじゃないので、最後も外れた時もガコンって戻るようには一応なってるはずなので、ちょっとプリプリしてっかっていう、こうね、こうちょっとこうダンパーの感覚を感じる可能性があるんですけども、最後までちょっと粘る感じのギアではあります。おっしゃる通り、でも一番大きな働きの時はもう引っ張ってる時、引っ張り始めが一番効果が出るんですね。ガーンってこうぶつかった時のストレスを解放しましょうっていう考えで作ってて、最後に解放する時はなるべくこう解放してすぐ元の位置に戻るようにっていう、あのダンパーの効果のですね、硬さにしてます。でこれで解除しにくいっていうのは、もともとまあグッと押し込んでもドライバーだけだとなかなか解除がしきれないのも、普通の電動ガンも結構解除しきれなかったりするんですけど、特に押し切れないことが多いんですね。ちょっと引っかかってる感じになってて、ですので、手で最終的に私たちも回して解除するとかっていう形なんですよ。でそれがダメージを吸収するのにとって大きな役割を果たしていると僕らも思ってるので、この設計のままやってるんですけども、極論グッて潰れて最高端にいたまま1ヶ月放置したら、本来だったら潰れるはずなんですけども、バネが潰れて弾速がねガコーンと落ちたりもするはずなんですが、下がらなかったということなので、でもこういうちゃんと解放するということをしてたのもあって、バネが正規の長さのまま保ってたのかなと思います、うん、もちろん後ろでガチャーって潰れてると下がることは下がるので、で経験値でいうと最近のバネは縮みにくいですね。かなり弾速が1回決まった後に下がるだろうと思って2週間ぐらい放置してたやつでもほとんど下がないってこともあるので、バネの進化もあると思います。バネの潰れに対する耐性も強くなってるのかなと感じられますので、この衝撃吸収とちゃんと一回一回ラッチを解除してあげて前に出すっていうことをしてあげると、さらに弾速は落ちにくいので、かなりこう全体的にストレスはかかりにくい方法を取られてるのかなと思いますね。俺の銃の方がよっぽどタッチが悪いですね。引きっぱなし
引きっぱなし、はい、打ちっぱなし、はい、もう引きっぱなしだし打ちっぱなしだし、やったとしてもセミオートで解除するぐらい、あの弾速の差がね大きく出ちゃうとやっぱ嫌ですけど、まあ、そこまで大きくは下がらないので、昔ってわざと下げるのになんか引きっぱなしに引っ張ってた引っ張ってた5とか10とか平気で落ちたじゃないですかそうそうそう、最近の落ちないよねそんなにね、柔らかいバネはね、うん、落ちづらいねやっぱり硬いバネは、昔はでもうちょっとあのレートが高かったから、フォローの話をしてますけどね、もう今のレートだと逆にこう縮みにくいですよね、柔らかいので人生というかその素材がギュッて縮まないでこうちゃんと馴染みがあって弱くなるって形なので、弾速調整はもう直接切ったりしてやらないと調整しにくくはなったと思いますね。まあどんどん進化してるんだろうね、バネの作り方なんかも。やっぱりうちもバネ屋さんに頼むとこういうのが新しい技術ありますよ、安くなりましたよって言われるので、日々進化はしてるんだと思います。まあちょうど先月送って、はい、今カスタムされてるのかな、ちょっと詳しくは内容は分かんないですけど、はい、もうそろそろかもうちょっとか分かんないですけどね、下手したらもう戻ってるかもしれない、戻ってるかもしれないしね、うん、なんとも分かりませんが、まあちょっとまた、カスタムしたやつで楽しんでね、はい、いただければと思います。参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デミウラに聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デミちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デミウラが動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。